どうも、本日はですね、ランニングでふくらはぎを張らなくするために必要なことというのを新たにレクチャーさせていただこうと思います。で、最近ですね、ランニングの時にやっぱりふくらはぎが張ってしまって困ってますという方が非常に多かったので、今回こちらの動画を撮らせていただこうかなと思ったんですが、実際にですね、ふくらはぎが張りやすい方のランニングの指導をさせていただくと、大きくですね、4つの原因があるなというのを僕は感じたので、今回はね、そちらまとめさせていただきました。まず一つ目の原因っていうのが、股関節の柔軟性ですねが低い方っていうのは、実は非常にふくらはぎは張りやすいです。で、こちらの走っている途中の絵を見ていただきたいんですが、股関節の中でも、特にですね、股関節の伸展という動きですね、太ももを後ろにグッと、持ってくるような動き、この可動域が非常に狭い人っていうのは、もう体に対してまっすぐぐらいにしか足が後ろに行かないので、ここからですね、膝を曲げてしまうんですよ。で、膝を曲げるとかかとが自然と浮きやすくなってしまうので、ふくらはぎの筋肉を使って体を前に進めるような動きっていうのに自然になってしまうんですね。ですので、しっかりまずこの股関節の柔軟性、特に股関節の伸展というこの後ろに行く動きですね、この柔軟性というのがまずものすごく必要になってくるっていうのがあります。で、2つ目がうな着地っていうものなんですが、このうなっていうのを初めてね、聞く方は多いかなと思うんですが、この着地の時にですね、一番、ふくらはぎだったり、まあ足の筋肉に負担が少ない着地の仕方というのが、このすねの骨に対してまっすぐ線を下ろした時のここで着地をすると衝撃が骨に加わるので、例えばつま先だったりとかかかとっていうところに着地してしまうと、その受ける衝撃っていうのを筋肉でカバーしないといけなくなってしまうんですが、しっかりこのすねの骨の真下の位置で着地できると骨に衝撃が加わるので、筋肉に負担がかからないんですよ。で、このうなというのは、この着地した場所がどこかというと、足裏をこう描いていくとですね、こんな感じです。ここが内くるぶしと外くるぶしなんですが、すねの骨の真下っていうのは、ちょうどこのくるぶしを結んだ線の中間の、ここをうなと言います、はい、なので着地の時にこのくるぶしを結んだ線の真下の足裏の位置でしっかり着地ができると、筋肉に負担がかからないので、ふくらはぎっていうのは張りにくくなってきます。なのでこの着地がうなで着地するっていうのが2つ目のポイントです。で、3つ目がですね、足首の柔軟性っていうのも非常に重要です。ちょっとね、ここ赤で書いてしまったんで見えにくいかもしれないんですが、股関節が柔らかくてしっかり太ももがね、後ろに引けている状態でも、ここ見ていただきたいんですよ。ここ足首のこれ背屈という動きが起きてるんですが、ここが硬いと、これまたすぐにかかとが浮いてしまうような動きが起きてしまいます。そうするとまた腓腹筋というふくらはぎの筋肉がすぐ使われてしまうような走りになってしまうので、ふくらはぎが張ってきてしまいます。ですので、足首の背屈という可動域、柔軟性というのも、必要です、はい。で、最後がですね、この地面を最後蹴る感覚ですね。せっかくこの3つができていても、柔軟性があったりとか、うな着地ができていても、最後地面を蹴る感覚が、短距離選手とかに多いんですけど、完全に母子球にで地面を蹴るような、押し方をしてしまうと、短距離であればスピードが出ていいんですけど、長距離になってくるとやっぱりこのつま先のあたりで最後地面を蹴るのを続けてしまうと、どんどんふくらはぎに疲労が溜まってきてしまって、ふくらはぎが張ってしまいます。ですので、これはもうこういう柔軟性とか着地ができていても、最後はその地面を、押すような感覚の練習ですね。つま先だけじゃなくて足裏全体だったりとかで地面を押せるような感覚の練習っていうのも必要になってきます。で、大体ですね、こうふくらはぎが張ってしまう方を見てると、これの一つもしくはいくつかが原因になってふくらはぎが張ってしまうので、この4つそれぞれね、全部改善していけばふくらはぎっていうのは張らなくなってきます。で、次回からですね、そのふくらはぎを張らなくするために必要なこの4つというのをそれぞれシリーズ化して動画撮っていこうかなと思いますので、ランニングの時にふくらはぎが張ってしまう方はぜひ楽しみに待っていただければと思います。ということで、本日も動画をご覧いただきありがとうございました。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。